はい、みんちゃゲームイズラジオです。はい、皆さんこんにちは、しろです。今回はモンスターハンターライダース、はい、2回目、はい、やっていこうと思います、はい。まあこれちょっと今回2回目になりますので、うん、はい、あのまだもし見てないよって方は1回目でね、かなり詳しい説明しているんで、はい、そちらもね、ぜひ見ていただければと思います。まあ軽く説明させていただきますと、はい、まあ、従来のモンハンと違いまして、うん、まあ、ライダーと言われる人側と、はい、オトモンと言われるモンスター側が共闘して戦っていく、はい、モンスターハンターのゲームになっています。と、はい、いうことで早速やっていくんですけども、はい、まあ、前回とね、もうね、うん、今回開発端末をお借りして先行プレイさせていただいてるんですけど、もう違うところが一箇所、うん、びっくり曰くがついてるものがありますけれども、分かりやすいと思うんですけど、闘技場が来ますということでね、それ、うん、まあ、ちょっと闘技場のページに飛んでね、お説明していこうと思うんですけど、はい、はい、ポンと押していただくと、はい、こんな感じで闘技場が、闘技大会とね、はいはいはい、第1回、第1回、はい、闘技大会が開かれているということで、はい、こちらは今回紹介しながらプレイしていこうと思うんですけど、はい、まあ、事前に結構やらせていただきまして、うん、まあ、その感じを元にね、説明していきます、はい。まあ、どういうものかというとですね、はい、まあ、今までと変わらず PVE、うん、まあ、ソロで行っていくコンテンツになっています、はい。まあ、ライダーとオトモンで組んで、うん、相手のライダーとオトモンのタッグを倒していくということになるんですけど、今回重要なのは、うん、クリアすることだけではない。お、何他にも、はい、そこがね、今回面白いこの闘技大会のポイントなんですけど、うん、ハイスコア合計ってのが 157,162 って今回あ、ありますね、はい、書いてあるのが分かると思うんですけど、うん、このハイスコアをね、うん、より更新してクリアしていこうっていうコンテンツになります。なるほど、はい。まあコンテンツね、このハイスコア出すと何がいいことあるのかっていうと、うん、この第1戦、第2戦、第3戦それぞれ初級、中級、上級あるんですけど、はいはいはい、合計ね、3個の合計値が合計ハイスコアなんですね、はいはいはい。でこれスコアを達成するとこんな感じで、おお、はい、そのハイスコアの合計値によって報酬が変わってきます、うん、はい。なんで初級だけで言うと全部の合計値が22万いくと全部の報酬が取れる、はいはいはい、いうことになるんですけど、これ見慣れないアイテムが多分なんかあの左端の、ね、なんだあれは、あのまあこの時点で従来のねモンスターハンターをプレイしてる人だったら、うんうん、装飾品やんけってなると思うんですよ本当にそう、鋭い、はい。なんで装飾品です。もちろんこれで装飾品じゃなかったらあれなんですけど、まあちょっと1個だけ紹介させていきますね、はい、この時点で、はい。まあこれ加速の秘石っていう装飾品になるんですけど、うん、まあステータスアップの恩恵があります、うん、でこれまあ星2のものになるんですけど、うん、今回まあちょっと星4まで紹介するんですけど、はい、もちろんレア度が高ければ高いほどステータスの上昇値も高いです。でこの装飾品の名前について、うん、まあ、これ加速って書いてあるんで、まあ、速さがより多く上がる秘石になってます、うん、なのでもちろん4種類ございまして、はい、攻撃、はい、防御、はい、賢さ、はい、速さ、それぞれの装飾品があります。はい、なので今回はこの装飾品を取るための闘技大会だと。おお、なるほど、はい。なんで装飾品はね、後にねまた説明させていただくんですけれども、うん、今回はこの闘技大会でスコアを出すやり方を紹介していきます。まあこれはね、あのちょっとこれなんだっていうのもあれなんで、これがその装飾品を強化する素材。素材もこれ手に入るんだね、はい。だったりしますね。はい。ってことでこのハイスコア出していくんですけれども、はい、先ほど22万ポイント必要だったじゃないですか、うんうん。なんでどっか更新しなきゃいけないんですよ。間違いない。はい、ハイスコアをね。まあ今回ちょっとこの初級はやらないんですけど、まあ更新の仕方ですね。どういうのがポイントになってくるかと言いますと、わ、うん、かりやすいですね。下にどういう風な計算式が行われているかというのがしっかり書いてあるんですけど、まあターン数によってポイントが決まります。はい、はい、短ければ短いほど、早く倒せば倒すほどこのポイントは高くなります。はい、で余ダメージ、与えたダメージ、はい、これはもちろんこちらが与えたダメージが多ければ多いほどポイントになります。バフを使ってみたり、まあ相手の弱点ですね、今回このモンスターでいうと、はい、ケチャオチャはあの火属性が一番ダメージが通りやすいので、まあ、火属性で攻めてあげるとここは伸びやすいだったり、で次これ面白くて火ダメージ、まあ食らうダメージってことだよね、はい、こちらはもう攻撃受けると、うん、受けなければ受けないほど加算じゃなくて、うん、受ければ受けるほどマイナスのポイントが入っていく形になるんですよ。あ、なるほどね、はい。なんで、ね、このケチャワチャみたいな攻撃だったり、うん、まあ、レウス、リオレウサっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、相手の属性を軽減できる、あ、はい、オトモンを使うと、うん、よりここのマイナスポイントが少なくて済む、うん、これはもうマイナス面白いね、マイナスなんだよ、そう、なんでここもね、すごい戦略性が広がるところなのかなと思います、うん、で、最後これ、はい、このやってる感じ、僕一番大事だと感じました。ミッションスコアボーナス、これなんぞやと、これなんだ、各闘技大会にこのミッションというのがね、設けられております、うん、はい、14段以内にクリアする、弱点属性で攻撃する、うん、
ダウンせずにクリアする、うん、タック技で1回以上敵を倒してクリアする、うん、10体内にクリアする。こちらのパーセントがそのまま直でのてかプラス20でかいねめっちゃでかいプラス20でかいね、はい、なんでこのミッションがねより大事になってくるのかなと思います、うん、でこの中で特に意識しなきゃいけないのが、うん、やっぱ難しいやつですね、うん、このパターンだとまあ初級なんで倒せるんですよ、うん、なんでターン数とかダウンせずにとかはいいんだけど、うん、これタック技で1回以上敵を倒してクリアする、うん、倒してですからね、倒してから草根クリアもしないといけないとかだもんね。なんで、道中で使うとかじゃダメなんですよこれで倒さなきゃいけなかったりもするんで、はい、ということで、うん、まあこんな感じのねミッションが、うん、ありますので、はい、このバフをうまく使って、はい、伸ばしていく、まあ、できれば 100% のバフをかけて伸ばしていきたいということですね、はいはい、で一応挑戦回数も決まってるんですけど、うん、挑戦回数自分で解放することもできますので、うん、まあどん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 ね、うん、ハイスコア更新していければなと思います、はいはい、で今回やるのはこちら中級を手つけておりませんニュー、はい、ニューです。スコア達成ボーナスがこちら26万、はい、になってるんで、うん、今足りないのが多分16万なんですねただ2で今7万7000出してるじゃん、うん、1も多分それぐらい出せるんですよ、うん、あ、なるほどね、まだじゃあ伸びしろはあると。だから大体5、6万ぐらいは出したいなと、はい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 、はい、いうことですね、ここでね。まあ、で編成の一応ポイントだけ言っておきます。はいはい、マリーがマリオレースアタック組んで、うん、アタッカーですね。このバーニングスマッシュ2ターンに1回非属性の攻撃で撃っていきます、うんうん、はい、でバレリオこいつね、ちょっとね、うん、この指令あるじゃないですか、右上の、うん、こいつがバッファーなんですよ、うん、あ、もうじゃあ全体攻撃アップして、うん、ですね。で、この、うん、何でしたっけ、ラディアもこの守りの方向、うん、まあ多分今回使うかわからないんですけど、うん、防御力上げれて、でアクアウォールが 80% のダメージ軽減、はい、80%? はい、多分 SP90 なんで、うん、3ターンに1回しか使えない。重いね、ちょっとね。重いっすね。なんで重い攻撃が来るときにちょっと合わせてあげればいいかなっていうのもあります。多分基本使ってくるのはこの指令かな、うん、これが攻撃速度のバフになってくるので、これで序盤はちょっとマリーを上げて、はい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 、でその中ライラ、うん、このブレイドワルツ SP80 が、うん、確率で自分の攻撃が上がるんですよ、うん、あ、マジ、はい、火力も高いくせにさらにそこから自分で攻撃も上げられることができるんで、まあ、ライラは自身で攻撃力上がって、じゃあ上がったら結構でかいんだよね。そうです。なんで今回はバレリオでバフかけて、うん、マリー、ライラで攻撃していく感じになります。あ、いい感じだ、なんか、はい、いいな。なんでちょっとね、いろいろ作戦も立てつつ、うん、スコアを伸ばしていければなと思います、はい、いや、これ楽しいなんですよまだやってないからこれもいいですよね。闘技場入る感じすごい。闘技場だね、これね。もうたまらんですね、ここからね。はい、ということで早速やっていくと思うんですけど、まあちょっと2倍ぐらいにいきましょうか。遠くはちょっと遅すぎる感じするんで、はい、はい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 、ということで、高いライラからいきます。で、ちょっと敵をちゃんとね見ていかないといけないんで、はい、出てきたのがナルガクルガ、うん、こいつが火と雷マイナス、できれば雷のダメージですね。雷ね、はい、で、こっちロアルトロスも火と雷が弱点ですけど、火でできれば殴りたい。なんでこっちをマリで殴っていく感じにします、はい、なんでライラはちょっとブレイドバルツ貯めたいんで、基本こっちを先倒しましょうか。一旦まず、はい、攻撃で、はい、で、バーニングスマッシュ次まで SP 足んないんで、はいはい、じゃあもう一回攻撃、はい、で、バフはね、使うタイミングすごい大事なんで、うん、ちょっとまだいいかな。まだいい、うん、まあ溜まってもないしね、はい、はい、で、こちら来た、いいっすね、はいはい、このレジストがあるやつに行くのは火ダメージが増えるんで、うん、ティールドロップはね、これ無属性なんで誰食らっても OK です。これ今のところいいっす。お、はい、で、まぁ、あ、ちょっと、よく出したい。ブレードワールズが見たいっていうのもある純粋に見たいっていうのもあるから、はい、で、ここでちょっともうバフがかけられてるんで、打てるようになってると。マリーかな、先にね。はい、これがね、おー、ズルですね、もう怖いことね。はい、で、バーニングスマッシュ、これ弱点しっかり取れるので、うん、ロアルドロスがマイナス 50% で、こっちを打ちます。強いよ、おー、え、強っ、え、あ、そっか、これそうだ、ランダムで複数攻撃だからターゲットで、ね、一番結局エグ減ったね、はい、いやでもね、だいぶ出たでしょ、だいぶ出たねあれがね、同じやつにね、3回行ったりするとね、いや、ひどいもんすよ、確かに。ほんとで、まあブレイドワルツは一発撃っといていいかな。で、こっちナルガの方が雷耐性低いんで、今回ナルガに行こう、はい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 、かっこいい、これ、おこれ、このダメージで、このダメージなんですよ、ほんとに。もうちょいだ。そうで、まあちょっとロアルの方を削っていきましょうか。まあ、チャージスパーク、打ってもいいけど、ここでちょっとバフかけてあげた方がいいかな。ただ、ね、この段階でね、うん、1体倒しとくと火ダメ減るんですよね。チャージスパークちょっと確かに。はい、おし、倒した。それは大きいぞ。これ、
とこに来る。ナイスナイス、このレジストがあるところに来るのね、嬉しい嬉しい。あれ倒してない、ギリギリ生きてる、ギリギリ持ってた、お前何で生きてるんだよ。じゃあバフだったら敵のフェイルアウトしてる、完全倒すの。あれ取ってくる。で、これはちょっとこっち落としていきましょう、はい、で、これがねすごい大事なポイントになってくると思います。このバーニングスマッシュ、これオーバーキルじゃん、うん、なんですけど余ダメージに入るんですよね。あ、じゃあでかいね、はい、これこいつに3回いきます。3回これ絶対一番最初の1400で倒してたと思うんだけど、余ダメージ、そう、余ダメージを伸ばしたいがためにこれいくと、うん、はい、で、こっから起きた、はい、第2戦です、ウェブに。で、なんだ来た。こいつちょっと後で説明したいんですけど、いきなりまあね、あれって今までいたっけみたいな多分なってると思うんですよね、みんな、うん、ほら、派手になってるでしょ、うん、はい、で、化粧ちゃんはヒネマーもこちらも、ベルガー側も火ですね、うん、はい、まあ、まあ、ためたいんで一旦ね、はい、して、で、まあ、ブレイドワールさっき攻撃力上がんなかったんですよね。ただもう一回ブレイドワール使えるんで、うん、ブレイドワールためとくか。 OK、ブレイドワール貯めよう、まあ、雷だからそんなになんだけど、はい、で、こっからまあ、マリかな、やっぱり。またあげていく。スラーバリに、はい、バフをかけていく形にしましょうか。はい、ロストフレーム。どこに来るかですね。なんだこれ。ガンザール。ああ、そっか、全体か、これ。まあ、でもちょっとね、火ダメがかさんでるけど、うん、まあ、多分全然許容範囲ですね。オッケー。またボール。またボール。ああ、はい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 。耐性はありますんで。来ました。まあ、こっちでもいいっすね。全体。全体フレームブレスでもいいっす、はいはい、だバーニングスマッシュも結局3発殴って行くか。いや、バーニングスマッシュかな。バーニングスマッシュだと思う。それか黒まで貯めてもいい。あ、うん、せっかくだから黒貯めるか。これ90 これ打ちてえな、これ打ちたいからちょっと貯めるわ。見てみたいからどんぐらいいいのか、うん、じゃあブレイドワルツ行ってもいいけど、まあラッシングワングこっちがね強いんすわこれも強いんすわ。でもこれ別にこっち打とっか、攻撃力上げるメリットばっかりないから。お、乗ったね、かっこいい強っ弱点ついたかのような。で、まだ上げていきます。おお、どんどん上がっていくな。鬼ランカーですよ、これ。鬼ランカー上がってますから、次すげえことになりますよ、これ。まあレジスタあるんでね。まあ、これオーバーキルしたとしても、うん、このバーニングクローはこれ逃げ打ちましょうかこれベルガーの方打ちましょうか。これいきます。これ多分とんでもダメージっすよ。いった、かっこよすぎる。やばくないそれ、これなんだよ。これが冬季大会ですごい大事なあれになってきてまあ今もその分ダメージがね、ダメージやばいな。初めて見た1万6000になるわけだから、うん、でこのターンでまあ倒せないんで、これちょっとあんなダメージ出るんだ。だから極力ヒットポイントが低いときにオーバーキルでああいうのが使えるとさらにスコアも出しやすいんですよね、うん、でもちょっとバフはあれなんで、これまあバフあるよね。30だと打てないから、でも30の時にちょっと打っときたいんだよね、本当はね。通常攻撃で1000超えるからね、うん、めっちゃ強力ランダムですね。ここ次でもバフなんて、あららら、やめて、おやばい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 そんな集中攻撃されてもで、このターン多分終わっちゃうんで、うん、ここでできる限り攻撃しておきましょうか。はい、ティガ側の攻撃ですね。お、ナイス、クリティカル。まあちょっとバフかな。で、マリーにかけといて、よし、面白い。オッケーオッケー、これ多分まだバフが残って、うん、倒すんじゃないかな。しっかりバフも残っていますんで、いけ、まだ倒すも強い、強っ、意味わかんないダメージしましたね。8000、9000くらいでさそう、これがね、闘技大会のね、ポイントですね、はい、すげえうまくダメージ出てたな。で、ここで多分報酬が、はい、おお、すげえ、しっかりミッションも、取ってく、ね、プラス100、はい、タッグ技でもしっかりダウンを取っていて、うん、16ターン以内にクリア、はい、10ターン以内にクリア、はい、弱点も攻撃しました。ダウンしなかった、しなかった、ギリギリで、ギリギリまして集中攻撃されてましたけど、洗わなかった、はい、で、これで使ったターンが9ターン、はい、で、いや79000、すごっ、やばいやばいやばい、はい、で、中期クリアすると上級も可能性があります、うん、で、余ダメージで、これね、余ダメージの部分って多分今回だいぶ逃してます、これ。あ、5万与えてるのは結構大きいです、これ、うん、うん、なんで、もうちょっと寝れるかなと思うのは、うん、まあ、ターン数があと1、2ターン縮めれたかなっていうのと、うん、あと、まあ、ダメージがねちょっと多かったんで、うん、まあ、倒すのを優先すればもうちょっとダメージも抑えられたかなって感じです、うん、なんで今回ね、ちょっとねバフを使う形になってるんですけど、うん、まああそこのバフの部分をね、他にアタッカーとかにすればもうターンも短くなるし、うん、なるほどね、そういうのでね、かなりね幅も広がっていくんで、戦略があそこで、うん、
面白いな。で今これでまあ大体8万、うん、これも大体8万って考えて、うん、まあ、16万ぐらい出してると、あと10万ぐらい出したいんだよね、うん、でもちろん第一戦のは簡単になってるんで、うん、これ多分10万ぐらい出せるんだよ、はいはいはい、うん、そうすると報酬が全部取れるっていう形になりますね。なんで、まあ、闘技大会のポイントはこういうところにあります、うん、いやこれね多分やればやるほど、あれこれもうちょっとここスコア伸ばせるみたいな、いやそのどんどん改善してってね、うん、そうだから上級出てんのに中級ずっとやりたい、うん、最後まで取りたくない、とりあえず一旦そうね、うん、どこまで伸ばせるかやってですね、しっかりね報酬をもらえます。でちょっと待って、報酬の話をねまだしてなかったんで、はい、はい、上級のやつ、まあ、せっかく第一戦なんでこれ見ていくと、うん、まあ、こちらですね、こちらないか、このスコア達成報酬、はい、しっかり上級の方はですね、うん、まあいろいろかっこいいこの称号とかのね、称号もないんだな、はい、手に入ります。1回大会、うん、こういうのかっこいいですよね、第1回書いてない、うん、いちいちで、こちらもちろん中盤にもねしっかり入れます。はい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 、で、まあこっちでもね装飾品が取れるのでしっかり上級までやっていきたいかな、うん、はい、で最後の装飾品が一応ここか、ここまでは最低でもクリアしたいかなって感じ、上級の18万ポイント、あ攻撃の指摘、めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がる。でこれ星4なんで性能も高い感じになってますね、うん、確かに、はい、なんでまあ装飾品とは何ぞや、装飾品はですねこの強化ってところです、はい、ポチッと押していただくと、まあ今まではね4行しかなかったと思うんですけど、しっかりもともとありましたけどみたいな、違和感がない、違和感ない、めっちゃ違和感ない、この装飾品が追加されてますので、うん、こちらを押していただきますと、でそうするとまあ装備強化売却ってところが出てくるんですけど、うん、今回はこの上2つを紹介します、うん、まず装備、はい、まあこんな感じでね、まあ、まず装飾品をつけたいねライダーを選びます、うん、今回マリーちゃん使いますね、はい、マリーちゃん決定しますと、うん、はい、このような形で、全部で、15箇所つける箇所があるのかな、うん、でちょっと分かりやすいんで、うん、こっち側の1レベルのヒルダで、はい、このような形で、うんうん、まあ、元々1レベル段階から、うん、まあ、レベル条件もなくつけれる装飾品は5つあります、はい、上から順にこちら、まあ、ポンと押していただくと出てくるんですけど、うん、攻撃の指摘、まあ、攻撃力が上がる指摘ですね、次こちら防御の指摘、はい、防御力が上がりますと、次知恵の指摘、はい、賢さ上がります、次、速さの指摘ですね、まあ、加速の指摘が速さが上がりますと、はい、うん、で一番下なんだと、うん、こちら、まあ、いっぱい出てきたんで分かると思うんですけど、フリーポケットですね、これ選べるんだ、はい、どれでも自分の伸ばしたいところの装飾品をつけることができますということで、装飾品はこんな感じで、ライダーにつけていくことができます、はい、で、まあ、こちら右側にロックがかかってるの分かると思うんですけど、うん、51から55で1レベルごとにそれぞれ、うん、で58以降は2レベルごとに1つずつ解放されていきます、で65からは65、70と5レベル上がると解放されていって、うん、全部で15個装飾品がつけれるようなシステムになっております、うん、まあ大体ね、うん、毎回イベントとかやってたらもうそろそろみんなで多分60、65ぐらいまでは解放されてるんじゃないかなと思うんで、で今から始めるって人でも60ぐらいまですぐに解放できちゃう、うんうん、なんでこれもレベル上げなきゃ大変っていう考えはなくていいと思う、うんうん、70とかになるとちょっとやり込みとかは必要になるんですね、はいはい、全解放か、うん、なんですけど、まあ、つけていきますと、はい、で、まあ、これどういうのつければいいのかなっていうと、うん、まあ、今ステータスがあるじゃないですか、はい、まあ、大体重要になってくるのは攻撃防御速さ、はい、あ、 そ、 うん、その次に賢さって感じになるかなっていうイメージです、うん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 、はい、が装備です。次強化、はい、これも大事なんですわ、はい、まあもちろんね僕は攻撃4を、まあ、火力上げたいタイプなんで、うん、あの攻撃4からちょっと説明しようと思うんですけど、はい、こんな感じでまず強化する指摘を選びます、うん、装飾品を選んで決定、そうするとですねこんな感じで強化成功確率っていうものが存在しまして、今までのレベルの上げ方とちょっと違ったものになります、うん、今までは強化アイテムとかやると徐々に徐々にレベルが上がっていったと思うんですけど、うん、これは同じ装飾品じゃなくて、あの、うん、他の装飾品を使ったり、うん、先ほど紹介したこの強化のアイテムを使って、あ、さっきね、報酬入ってたもんね、うん、強化の確率を上げていくものになります。なるほど、はい、じゃあ仮にこれをマックスとかにすると、まあ、20個あ今使っていますね、うん、20個使うと 80% の確率でレベルが上がります。なるほど、じゃあでも失敗するってことも、はい、もあります、ね、20% の確率、20%でただ僕は成功します。いや、いきますだからこれ一回やってみていいですかね。強化しますよこれ。はい、さすがに 20% は聞いてこないよね。これはもうね、20個使いますからね。頑張ったんですね。これは成功してほしいですから。20個全部だもんね。頼むぞ。はい。おー、さすがにね。さすがにね。てな感じで、上げていきます。うん、はいはい、はい、で、まあ、元10個ありますね。10個使うと 20% で。次、上げることができるんで、ちょっとまあ、
ね、今回 20% はまあさすがにってなるけど、にる、まあ、逆に言うとこの強化アイテムが少なかったとしても、うん、じゃあ仮に もっとギャンブラーですよと、はいはいはい、俺はもう1個で十分だって人は、うん、まあ中にはいるかもしれないじゃないですか、うん、性格出ますね。あ、2% 引けばいいんだってことだよね。だから10個使って 2% を10回打つか、うん、10個一撃使って 20% を打つかって話。確かに確かに。僕はこっちがこっちタイプですこの 2% 大丈夫 98% 大丈夫大丈夫。じゃあこれもう、あれ強化の見本を見せますよ、俺がもう今から。まあ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 、でまだ9回打てますからって考えが僕はあの、あれですね。まあ確かに、はい、もちろん、うん、これあのまあ使わない装飾品あるじゃないですか、うん、まあ、そういうのを使ってこういう感じで、あ、こちらもちゃんとね、うん、上げれます。はい、でまあレア度が高ければ高いほどこの強化成功の確率も伸びやすくなったり、うん、で同じレア度だと 50% はでかい、うん、伸びたりするんで、まあ最初の方ちょっと装飾品はね貴重なものになるんで4とかは混ぜるのよ、余り始めたらみたいになるかな、うん、思うんで余った時にやってあげるのがいいんじゃないかなと思います。でステータスもね割と伸びます、レベルが上がることによって。なんで自分のこれ使いたいってやつをまず伸ばしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。こっちもう俺僕はあれね保証はしませんけど、これはもうそれぞれ自分の責任でこのねパーセントを伸ばしていっていただければなと思います。はい、なんでこの動画が終わったらね多分あと 2% 9回打ってくるんでね、はい、ということでまあこういうとこもちょっと楽しめる、はいはいはい、性格出ますよね。性格出るよ、確かにね。でも 100% じゃないとやりたくないって人も多分いると思う。分かる、めっちゃ分かる、うん、確率にね、うん、だって 80% で成功ね失敗するなら 2% で失敗した方が絶対お得じゃないですか僕はそっちがはい、っていうのが今回追加された結構面白い、はいはいはい、その食品っていうねシステムですね、うん、まあこういうところでなんか目新しさが出てくるので、うん、より面白くなってくるんで、はい、まあ今までちょっとこういう力足りなかったとこも装飾品とかで大きかったりすることができると思うんで、まあまたね戦いの幅が増えると考えればむちゃくちゃ面白いですね、はい、ってことで今回追加された装飾品の説明でした。はいはいはい、ってことで、まあこれね今ね長々トークション説明してきましたけど、まあこちらの動画が出る3月18日、はい、まあもう出てると思うんですけど、うん、この日からもう闘技場今日から開催されています。できんだね、はい、まあ、はいはいはい、第1回闘技大会ということでね、うん、あの装飾品の追加もされていますので、はいはいはい、ぜひこの動画見た人はね、うん、闘技場さすがにやるしかねえと、間違いない、はい、ハイスコアをね目指して戦ってみてほしいなと、うん、しい、うん、でこれだけじゃありません。お、今後のね、うん、アップデート、あ、そういう情報もすごいよ、ね、いいの、うん、だから先のワクワクもここでちょっと公開させていただきます、うん、5月末おまずですね、今先ほど紹介した装飾品に新たな能力が実装と、はい、新たな能力、これ以上は言いません、俺も知りません俺も知りませんけどなんか新たな能力っていうのが追加されるらしい、まあ、うん、気になる、いやもう気になりしかしないですよね、うん、本当に。なんで、まあこの闘技ね第1回闘技大会の時から装飾品持ってたらそれに能力が追加される感じかもしれないんで、あ、じゃあ大事、じゃあ確かにちょっとわからないんであれですけど、そのために集めておくのいいね、はい、そうそうそう、だから5月末には装飾品にねなんか新しい風が吹くということでね、うん、あれちょっと楽しみに、確かにその情報だけもでかかったぞ。まだあります、6月末先、え、そう、結構そんな先の6月末、はい、はい、エクストラレギュレーション闘技大会みたいなのが、やば、もう名前からしてやばそうなんだけど、やばそうでしょ、大丈夫、もう言えない気がするもん、はい、エクストラレギュレーション闘技大会が、はい、追加されますと、うん、いうことで、こちらはね、何なんだと、はいはいはい、はい、あとランキング出た、はい、このランキングっていうのは何のランキングなのかわかんないですけど、うん、まあユーザーのね、はいはいはい、その闘技大会に紐づいたランキングなのかもしれないし、うん、まあいろいろね、そういう新しい闘技大会も、いや、じゃあもう闘技場周りがどんどん、はい、充実していくんだね、充実してくるんですよね。で、ランキングでまあね、お友達と競い合ったりとかね、うん、自分どれぐらい今頑張れたんだろうみたいなのもね、可視化できるんで、ねうん、結構やっぱ面白いところになってますよね、うん、気になる、そういうの、はい、それがまあ追加されるものになります、はい、はい、で、もう一個最後、はい、爆弾投下します。なんだ、3月末の話です、はい、あ、近い、急に近い、急に近い、はい、ナルガテール、ほう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 、ベルガ、ほうほう、まあ先ほどね、うん、あのライダーとしてもね、うん、バトルと登場したと思う、あ、可愛かった思っちゃう、はい、ライダーとして登場します、うん、あ、実装されますね、はい、ナルガテールとベルガー、はいはいはい、まあ、ナルガテールとベルガーがライダーで登場し、はい、お供の方もね、はい、ちょっと一体ね、お、追加されるモンスターがいらっしゃいます、うん、ディノバルドが3月末に追加されますと、うん、どんどんじゃあ重装もこれだね、やってる人分かると思うんだけどね、うん、なんか道中ね、うん、あのストーリーかなんかね一回ディノ出てきてんだよね、お前早く出てこいよってさ後半やってる人もじゃあ、うん、そう、やってる人と知るディノが出てきてるんで、まあディノといえばね、うん、まあちょっといろいろ多分
ね、相手としてやってくる攻撃は多分あれだろうなっていうのがあるんですけど、多分尻尾振りかぶってくんだろうなみたいなあると思うんですけど、でもディノはね純粋に楽しみなんですけど、それも3月末に来ますと。しかもやべえな、ディノも追加されます、はい、なんで今後結構ワクワクポイントが多いんだよね、うん、まあでも逆にディノって分かってれば、うん、そのディノの対策で誰になんだろうみたいな予測してね、うん、知ってるやん、できる、うん、できるよね。ライダーとか男のとかもね育てて起きたりするんで、うん、その辺もちょっと予想しながら楽しんでいこうかなと思います。まあ、なんでね、うん、僕らのチャンネルもこれすでに2回目の動画になってますんで、はい、コメント欄もねもうすでにやってまして、うん、こういうことが楽しみだったとか、うん、今こういう感じで進めてますとか、ね、はい、ぜひコメント欄ありましたら、うん、そちらの方もよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。あと最初にもね言ったと思うんですけど、第1回目の動画もこちら上がってすでにおりますんで、うん、M1 ライダーズなんだろうっていう人はそちらもねぜひ見ていただいて、概要欄飛んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ダウンロードもよろしくお願いします。はい、概要欄にダウンロードリンクありますんで、そちらからぜひぜひお願いします。やってみてください。いやまあでも本当にちょっとこれ強制楽しそうだっていう人はちゃんとよろしくお願いします。で今回も夢大事の方からお送りしました、ナビでしょ、シロでした、申し訳ございました。ありがとうございました。